はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回、チューハイです。夏の日本、アンデスメロンチューハイ。こちらは、チューハイの果実の瞬間っていう、果実の瞬間っていうシリーズのやつですね。アルコール度数が 4% で、果汁が 0.5%。夏限定。原材料がアルコールとメロン果汁と糖類と、酸味料と香料ですね。アルコール度数が 4% と、まあ、少ないですね。少ないんですが、まあ、メロンか。これは、乾杯。うん、うわ、このメロンの香りと、この味。めちゃくちゃ絶対これさ、メロンさ、果汁 0.5% しか使ってないのにさ、こんだけ香りと、あの、甘さと、がすげえんだけど、これ間違いなく香料と、香料ちょっと使いすぎじゃねこれ。糖類とな。ものすごい甘いぞ。香りもめちゃくちゃ甘いしな。うわ。もはや何が、これアンデスメロンって書いてあるけど、本当にアンデスメロンなのかも怪しいですね。メロン味のチューハイってもう何も、何も変わんないよね。いろいろあるけどさ。何種類かあるけど。飲んだ感想、全部甘くて、なおかつ、あの、匂いがすごい。で、うん。まあ、まずくはないんだけど、とにかく香料が半端ないですね。なんか、香料が強すぎて、なんか、おかしなメロンになってる。これ本来のメロンってもっと、香りは当然ないはずなんですけど。ちょっとこれ甘すぎるで。うん。で、香りもバカ強いしな。もう鼻をつくようなレベル。これはちょっとあの、化学薬品まみれてる気がするんで、これはちょっとあかんですね。3553です。ご視聴ありがとうございました。